いすみ事件は、1884年11月に、千葉県いすみ群を中心とした房総半島一帯で、発生した自由民権運動だが、事件。自由民権運動の公用は、房総半島にも広がり、いすみ群でも、井上剛、し、君塚正三、中村ゴン衛門らが、政治結社である、異文会を結成する。彼らは、板垣大助の自由党結成とともに、 イすみ自由党を名乗って支援活動を行うとともに農村部への支持拡大を図り、また、松方財政による農村疲弊を救うべく、地租軽減を求める署名活動を行って4000名の賛同を得た。ところが、1884年3月に政府によって地租条例が交付されて、地租軽減要求が事実上拒否されると、政府に対する批判論が激化。 8月25日に、長須、国吉郎にて開かれた千葉懇親演説会には、千葉県全域の活動家が集結し、最高潮に達した。9月に、カバさん事件が発生すると、連日のように、県内各地で活動家による演説会が開かれるようになった。そのため、警察側も規制に乗り出し、10月26日に、異文会が、長須長償根社にて予定していた。 自由主因合会の中止を命じた。だが、異文会側はこれに反発して、同日に、西南戦争戦没者小混祭と銘打って、開催を強行し、数百人を集めて、運動会、懇親会などを開き花火を打ち上げるなど、盛大に開かれた。これに激怒した警察は11月2日に、異文会の幹事を務めていた、君塚昭蔵と高梨昭介、 幹部の中村隆岩瀬武氏の計4名を逮捕して、千葉の寒川監獄署に送る。この日は、カバさん事件の首謀者の一人として指名手配されていた、富松松安も千葉県の姉崎で逮捕されている。調べの結果、異文会とも関係のある安保自由党員の佐久間、吉太郎が富安を一時かくまっていたことが判明して、佐久間と同党員5名を逮捕。 さらに、小根菜で花火を調達した、感染故張、鈴木丹治も爆発物製造容疑で逮捕された。当初、警察は、カバさん事件のような爆発物を用いた、激化事件の陰謀容疑で調べを進めていたが、そうした証拠が出ず、花火を調達した、鈴木も、容疑不十分で釈放せざるを得なくなった。このため、警察は当時分解などで起こっていた、自由党員が、 感染故障に就任することの是非に関する議論を管理部辱罪とこじつけて異文会のもう一人の幹事である井上強ら12名を逮捕した。だが、この容疑も強引であったため、千葉警備裁判所で開かれた裁判は予診段階にて、君塚、高梨、中村ら一部被告は無罪とされ、翌1885年4月20日に、 井上剛、岩瀬武氏ら8名が重金庫4ヶ月、罰金10円の判決を受けた。井上らは東京高訴裁判所に控訴したものの帰却される。同年11月1日に井上らは景気満了として釈放され、寒川、長崎楼で盛大な出国慰動会が開かれた。だが、この入国中に体を壊した井上は翌1886年に休止、 異文ン会は大打撃を受けた。この事件以後、千葉県内での自由民権運動は弾圧されるようになるが、その一方で合法的運動路線の採用によって、民権派と県や警察との折り合いが図られるようになった。また、高梨、君自らに継承された、異文ン会は自由党声優会系の有力団体として、戦前を通じて、千葉県政に大きな影響を与えることになった。 ありがとうございます。